皆さんおはようございます。おはようございます。お盆明けの国書の中ですね、共同記者会見にご参加をいただきまして心から感謝を申し上げたいと思います。これより2023年国民民主党代表選挙の候補者共同記者会見を行います。なおこの模様は国民民主党公式 YouTube にてライブ配信を行っていることを申し添えさせていただきます。日頃より国民民主党ご支援をいただいている皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。まずはじめに、西川秀子、西岡秀子代表選挙管理委員長からご挨拶を申し上げます。西岡委員長よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。ただいまご紹介をいただきました、この度の代表選挙で選挙管理委員長を接っております衆議院議員西岡秀子でございます。本日からいよいよ2023年国民民主党代表選挙がスタートいたします。今日は大変ご多忙の中で多くの皆様にお集まりをいただいております。また YouTube での生配信をご覧になっている皆様、誠にありがとうございます。日頃から国民民主党を力強く、そして温かく支えていただいております党員サポーターの皆様、またそれぞれの地域で政策実現のためにご尽力をいただいている地方自治体議員の仲間の皆様、そしてスタッフの皆様、そしてご理解をいただいている国民の皆様に改めてこの場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。本日スタートをいたすわけでございますけれども、投開票日も含めて13日間の選挙戦でございます。玉木雄一郎候補、そして前原誠司候補におかれましては、急速な人口減少を含めて国内外ともに大変深刻な喫緊の課題が山積をしている我が国の未来を照らす活発な政策議論を行っていただくことを心からご期待をしたいというふうに思っております。また今回の代表選挙は全国遊説も予定をいたしております。党員サポーターの皆様はもちろんのことでございますけれども、広く国民の皆様にも多く参加をしていただいて、国民民主党の政策理念を知っていただき、お二人の活発な政策議論をぜひお聞きを直接いただきたいということを心からお願いを申し上げたいと思います。この代表選挙を通じまして、国民民主党の政策を広く知っていただき、そしてこの活発の議論を通じて国民民主党の党勢拡大に資する実り大きい代表選挙となすべく、鈴木義弘委員、そして田村真美委員とともに公平中立な立場でこの代表選挙をしっかり務めてまいりたいというふうに思っております。最後になりますけれども、今回の代表選挙をぜひ多くの党員サポーターの皆様をはじめとした有権者の皆様の投票への参加をぜひお願いをしたいと思います。特に前回から先進的に取り入れてまいりました電子投票をぜひ利用していただくことを含めて、選挙管理委員会としてもこの取り組みもしっかりしていきたいということも最後に申し添えまして、選挙管理委員長としてのご挨拶とさせていただきます。この選挙戦どうぞ様々お世話になるというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。西岡委員長ありがとうございました。申し遅れましたが、代表選挙管理委員の田村真美委員と私と西岡委員長と3人でこの選挙戦の座長というんですか、進行役を務めていきたいというふうに思います。これからは着座にして司会進行をさせていただきますことをお許しをいただきたいと思います。それでは両候補者からそれぞれ発言を行っていただき、その後質疑応答の時間といたしたいと思います。発言順序は立候補届出順となります。まずはじめに玉木雄一郎候補お願いいたすところでありますが、お二人とも論客の方なもんですから7分以内でありますので、本部職員が前面のところでタイムキーパーをしております。時間内に収まるようにぜひご協力をお願い申し上げまして、玉木雄一郎候補お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。改めておはようございます。玉木雄一郎です。
私はこの代表選挙を国民民主党の結党の理念を確認する選挙にしていきたいと思います。私たちは対決より解決を貫き、国民民主党を国民民主党として強く大きくしていきたいと思っております。過去振り返ると、選挙のたびにですね、政策や理念を脇に置いて、いわゆる安易な大きな塊論に走って、そのことが特に野党に対する政治不信を招いてきました。こうした反省に基づいて2020年9月、覚悟を決めた仲間と結党したのが国民民主党です。私はこの我々の思いや覚悟に共感してくれた多くの支援者やサポーターの皆さんの期待を裏切らないためにも、安易な大きな塊論に先祖返りすることなく、国民民主党を前に進めていきたいと思います。私は決して古い政治には戻りません。もちろん私たちの歩む道は困難な道です。正直これまでも厳しかったし、今だって厳しいのは変わりません。ただ少しずつではありますが、党勢も拡大してきています。昨日発表された共同通信の世論調査だと 4.4% になり、公明党共産党さんを上回って過去最高になっています。またちょうど3年前、伊藤孝恵さんと代表選挙を争った時と比べると、国会議員当時16名、今は21名、地方議員の数が153名から270名に、そして党員サポーターは2万5000人から3万7000人に増えています。学生部も170名を超えました。また地方議員も先の統一地方選挙をはじめ、新国民民主党になってから当選した人がもう全体の3割を占めるようになっています。今我々の掲げた旗のもとに集まった新しい人材で、国民民主党は新しい政党に生まれ変わりつつあります。この流れを決して止めることなく、さらに加速させていきたいと思っています。そして私はこの3年間全国キャラバンなどで47都道府県全部を回って得た最大の気づきは、国民民主党はもはや国会議員だけの政党ではないということです。党員サポーター、地方議員、総支部長、そしてこの瞬間も今朝もチラシを配ってくれているボランティアの皆さんをはじめ、多くの人に支えられてこの党は成り立っています。だからこそ私たちの結党の理念を大切にし、安易に合流や合併に頼らない、そしてそのことによって地方議員や党員サポーターを振り回すようなことは決して二度としないということを誓いたいと思います。そして私は近い将来必ず政権を担いたいと思います。ただこれまでよく言われてきた二大政党制による政権交代は現実的ではないと思います。反自民反共産で大きな塊といっても、今野党が複数に分かれ、しかも野党第一党の立憲民主党と第二党の日本維新の会が第一党を争い、そしてすでに70の選挙区で競合しているような状況の下では、二大政党制による政権交代は現実的ではありません。私はむしろ今の制度を作った張本人の一人である細川守弘元総理が言っていた、穏健な多党制による政権交代を目指すことが現実的だと思います。だからこそ今は着実に実力をつける時だと思います。新しい連立政権の一角を占めることができるように、まずは来たる衆議院選挙でさらに候補者を擁立し、全員の当選に向けて戦力的に取り組んでいきたいと思います。そして来たる参議院選挙、2025年の参議院選挙までには大型選挙ごとに2割ずつ党勢を拡大し、460万票最低でも取れる政党にして、全国比例で4から5議席を安定的に取れるようにしていきます。そして何といっても我が党のブランドは政策です。政策の国民民主党、このブランドに磨きをかけていきたいと思います。給料が上がる経済の実現、自分の国は自分で守る、そして人づくりこそ国づくり、この3つが基本ですが、その中でも特に今給料が上がる経済の実現に全力を挙げて取り組みたいと思います。日本は今30年続いた賃金デフレからようやく抜け出るかどうかの瀬戸際にいます。だからこそ今は金融の引き締めや、あるいは増税や社会保険料のアップのような経済政策は私は取りません。そして喫緊の課題であるガソリンの値下げによって家計と企業の負担を引き下げ、賃上げの後押しをしていきたいと思います。そのためには再度政府与党に対して協議を申し入れ、ガソリン値下げを実現させたいと思います。岸田内閣は何をやるにしても遅すぎますから、国民の現状が届いていません。ただこうした交渉を政府とやることについて、与党とやることについて、
政府に、与党にすり寄った、あるいは野党分断の先棒を担ぐとご批判をいただきますけれども、これは侵害です。私は今まで一度たりとも自民党のために行動したことはありません。常に国民民主党にとって何がベストなのか、そして国民生活にとって何がベストなのか、ただただそのことだけに基づいて判断をしてきました。我々は自民党にすり寄っているのではなく、国民に、国民生活に寄り添っているだけです。そして長く永田町で言われてきた反自民非共産、この言葉こそ中身の見えない政治的キャッチコピーではないでしょうか。反何々とか非何々とか、後ろ向きでネガティブなメッセージで国民の心を動かすことはできません。こういうことを言い続けてきたから若い人が政治に近づかなくなっているんだと思います。そうではなくて、今将来に不安を感じている学生や生活者が求めているのは具体的で現実的な解決策です。だから私たちは対決より解決、作ろう新しい答えを掲げて、これまで政策実現に取り組んでまいりました。この方針は変えません。引き続き政策実現、政策先導にこだわる、この国民民主党スピリッツを貫きながら、国民にお約束した政策を一つでも実現できるように全力で取り組んでまいります。給料を上げる経済を実現し、頑張れば報われる、頑張ればみんなの給料が上がる、右でも左でもなく、みんなで一緒に上に行こう、そんな社会を作るために先頭に立って取り組みます。どうぞよろしくお願いします。玉木候補、ありがとうございました。続きまして、前原誠司候補、お願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。国民民主党の前原でございます。まずは立候補をするに至りました、推薦人の方々に心から感謝申し上げたいというふうに思います。また代表選管の皆様方、党のスタッフの皆様方にも、この暑いお盆の間休むことなく、ご尽力をいただいていることに心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。また今日は皆様方わざわざお集まりいただきましたことに、改めて心から感謝を申し上げたいと思います。私は国民民主党のビジネスモデルを変えたいと思っています。対決より解決という言葉は非常に素晴らしいものでありますし、ガソリン代の値下げ、そして電気代の値下げというものも大事なテーマであります。しかし今の日本の政治の現状を考えた場合、自民党、公明党が多数を握っています。他の野党に協力される必要は基本的にありません。その中で我々がガソリン代を下げます、電気代を下げますと言って、自民党、公明党に協議を申し入れると、申し入れたところで、もしそれを今の政治状況で協力をする必要がないにもかかわらず、だったら3党で協力しましょうということは、何かしら相手側には思惑があるはずです。つまり野党分断であるとか、自民党からすると公明党への牽制とか、あるいは将来的に労働組合、民間労働組合を自分たちの応援団に引き入れたいと、こういった思いがあるからこそ、衆議院参議院で多数を握っていても、野党の国民民主党の申し入れに応じたように見せかけて、そして最終的には野党分断を図っているというのが私の認識であります。ある総支部長の方からこういう話を伺いました。党の考え方であるガソリン代を値下げしました、そして電気代を下げましたと街頭で言っても全然響かないと。つまりは最終的にそれを実現をしているのは与党であります。多数を握っている与党であります。国民民主党が実現をしたと言ってもそれは虚しく響くだけじゃないでしょうか。我々は少数政党、自民党、公明党は衆参ともに多数を握っている中で、最終的に判断をするのはまさに与党であります。
そこで我々はこれを達成しました、あれを達成しましたと言っても繰り返しになりますが、虚しく響くだけです。ではそういった方向性でビジネスモデルでやっていって、我々衆議院議員は次の選挙戦えるでしょうか、総支部長は戦えるでしょうか。一部のテーマで協力をし、それを実現したと言って、それを選挙の時に自民党候補と相戦うんでしょうか。自民党候補は、あ、それは我々が決めました、最終的に、そして他のこともいっぱい決めていますという、まさに与党の方に小選挙区では軍配が上がるんじゃないでしょうか。私が有権者ならば自民党に入れます。電気代、ガソリン代に対して実現したと言っている国民民主党と、自民党が小選挙と戦って我々に分があるでしょうか。他の野党はどういう対応を取るでしょうか。他の野党はおそらくどちらともつかない国民民主党なら、立憲は自分で候補者を立てよう、日本維新の会は自分で候補者を立てようということになり、まさに結果として野党分断が起きる。それが今のビジネスモデルだと私は思っています。だからビジネスモデルを変える、野党協力、非自民、非共産、政策本位で我々は原発の安全利用は進めていく、憲法改正も必ず行っていく、そして防衛力強化、日米安保の強化は必ず進めていく、そういう大前提の中で野党と協力をし、やはりしっかりと与党と対峙をし、政権交代を目指すということが私は大事なことだと思っています。失われた30年、凋落の30年ということが言われています。日本の競争力は落ち続け、稼げる企業はだん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 少なくなり、そして30年間賃金は上がらない、そういった状況を作った大半は自民党を中心とする政治でありました。そこに政策一部で協力したって、日本の根本の問題は何も変わりません。変わりうるのは政権交代です。思い切った政権交代を野党で協力をすることによって本当に日本は変わります。それをやるのが私は野党の使命であり、また今日本維新の会や立憲さんがいがみ合ったのであれば、その橋渡し役となり、政策本位で自民党を追い詰めようじゃないかと言って呼びかけるのが我々は国民民主党だと私は考えておりますし、私は国民主党の代表としてそれをしっかりとやらせていただきたいと思っています。私は中学2年生の時に父親が急逝をいたしました。母が元気で私を育ててくれた、授業料免除、そして奨学金があったからこそ大学まで行かせていただくことができた。誰もが今明日そういった運命にあるかも、会うかもしれない。だけども誰もがきっちりとセーフティネットが張られて、チャンスが与えられる社会、そういった社会を作っていくことが私は大事だと思っています。成長に頼り、アベノミクスの10年、何が変わったでしょうか。実質賃金は下がり続けているだけであります。格差は拡大し続けているだけであります。やはり違う政治を大転換をしていく、自民党と一部の政策で一致をして、それを我々が実現をしたというのではなくて、野党をまとめて大きく政治を変えていく、そのことが今国民民主党に求められると思います。私は国民民主党代表とならせていただければ、今のビジネスモデルを変えていきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。前原候補、ありがとうございました。司会進行、田村真美委員にバトンタッチいたします。どうぞよろしくお願いします。それでは質疑応答に移りたいと思います。先端からのお願いです。ご質問についてはできるだけ両候補の発言機会が公平になるようにお願いしたいと思います。一方の候補者に対する質問が重なる場合は、先端として司会の私が調整を行う場合もございますので、ご留意いただければというふうに思います。回答順は両候補が交互になるように、司会で指名させていただきますので、両候補は1分間での回答を心がけていただきたいと思います。それでは質問のある方は挙手をいただき、
申し訳ございません。で、回答順ですけれども、まあ、1問目はまず玉木候補、前原候補、そして2問目は前原候補、玉木候補という形で交互に行っていきたいというふうに思います。それでは質問のある方は挙手をいただき、司会者に指名された方は所属とお名前を明確に言っていただき、簡潔にご質問いただきたいと思います。それでは挙手をどうぞ。はい、よろしくお願いします。朝日新聞の松井と申します。今冒頭のご発言であった発言について、それぞれについてお聞きしたいことがあります。まず玉木候補にですね、はい、前原候補から我々は少数与党、少数政党なので最終的に判断するのは与党だと、それを我々があれ達成しましたと言っても虚しく響くというご発言がありました。この前原氏の発言を踏まえて、自民党も含めて与党と時には協力する必要性がなぜあるのか、改めてお考えをお聞かせください。前原候補には先ほど亀候補からもご発言がありました、反自民非共産こそ中身の見えない政治的キャッチコピーだと。では改めてなぜ反自民で戦う必要があるのか、なぜ反自民非共産の大きな枠組みを作って政権交代をする必要があるのか、それについて改めてお聞かせください。はい、政策を提案したりですね、それを実現向けて努力すること、野党は全く意味がないということであれば、選挙が終わった瞬間に野党は意味がなくなります。ただ去年の例えば、安保3文書の改定の前にですね、それこそ前原安全保障調査会長の下で我が党の安全保障政策をまとめて、総理にこれを申し入れに行ってですね、で我々としての野党としての考え方をしっかりお伝えするということは、私は一定のこの3文書見直しにも成果を出したと思っています。でもう一つはですね、例えばガソリン値下げは、私が九州の長崎のガソリンスタンドに行ってその時に聞いた一人の自動車ユーザーの声から始まった政策です。電気代値下げは武蔵小杉で、私たちの街頭演説の後に何とかしてくれと寄ってきてくれた一人の学生の声から始まった政策です。障害者福祉の所得制限撤廃は桜木町で障害を持つお子さんをベビーカーに乗せて涙ながらに訴えてきた一人のお母さんの声から始まった政策です。その思いを伝えることの意味は、野党であっても仮にそれが 100% 実現しなくても、私は声を上げ実現する意味があると思っていますから、国民民主党はこういう国民と直結した政治のあり方をこれからも続けていきたいと思っています。はい、私の政治生活のスタートっていうのは日本新党だったんですね。で、日本新党というのは、これは自民党が金権政治にまみれて、そして金権体質をやっぱ変えなきゃいけないと、しかし新たな保守政治が必要だということの中で日本新党というものがスタートいたしました。ただその日本新党も結局はなくなる形になりですね、その後に民主党というものを作るわけでありますけれども、その時の民主党のメッセージというものが非自民非共産でありました。つまりは自民党に対峙をし、そして共産党というのは自衛隊も憲法違反だと言ってるし、日米安保も認めないし、こんな非現実的な政党とは組みしないという意味で非共産ということを申し上げたわけであって、つまりは政策の幅、そして政治的なスタンスというものを、示したものであり、意味があるかないかを決めるのは個人の自由でありますし、それに対して私は目くじらを立てるつもりは全くありませんし、これからも非自民非共産という言葉を使い続けて、その結集を図っていきたいと考えています。はい、ニコニコ動画の七尾です。24日討論会よろしくお願いします。お二人に同じ質問したいんですけども、お相手の候補と比較してですね、自分の方が詳しい、あるいはアイデアと優れていると考える政策分野をまず一つ挙げてください。でもう一つはですね、能力面についても一つ挙げてください。能力面というのは、私のイメージでは例えば調整力とかリーダーシップとか発信力なんですけど、繰り返します、政策分野を一つ、能力面を一つ挙げてください。お願いします。それでは次の回答、前原候補からお願いします。はい、
まあ、正直言って玉木候補は全ての分野について、精通をされていると思います。まあ、地頭もいいしよく勉強もされてるし、どこでしょうね、まあ、私の専門分野は外交安全保障ですけども、まあ、外交安全保障についても、かなり詳しいので、まあ、どちらが秀でてるかってことはよく分かりませんが、まあ、あえて申し上げるとすれば私の方が長く国会議員やらせていただいていて、まあ、コロナ前はほぼ毎年ワシントンに行って、そして定点観測をし人材を、まあ、人的交流してまいりましたので、まあ、そういった部分での、まあ、生の声を聞いた中で皮膚感覚で外交安全保障というものを、まあ、判断し行えるというぐらいかなと思いますね。お政治抜きで全てについて能力が素晴らしいと思います。あとは、能力ですか、まあ、私は突破力ですかね。とにかく、何についても、とにかく突破していくと、いろいろそれは今までも過去も失敗もありますけども挑戦し続けると、まあ、突破力が私の持ち味だと思います。はい、私はですね、農業です。家が農家なんで、で当選以来ずっと農水委員会に所属をしてきて、まあ、この間のずっと日本の農政の移り変わりを見てきましたので、農政についてはですね、これはまあ前原候補と比べてというよりも今の与野党の中で一番詳しい5本の指に入る自信があります。で、能力なんですけど、もうこれはもう経験とかはもう前原候補に全くかなわないし、さっき言ったようにワシントン台湾いろんな人脈がですね終わりになるので、そこはもうかなわないんですけども、やっぱり体力、まあ、ずっとですね47都道府県走り回ってもほとんど疲れを感じないということと、あとは追廃と言われるぐらいですね、ネット上の声を聞いてますので、若い人の声とかなかなかそのリアルでつながっていない人の声を比較的ですね吸い上げる力はあるのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、それではどうぞ。共同通信の方です。先ほどの前原さんの方からこのビジネスモデルでは、まあ、次の衆院選戦えない戦えるかというのは問題的だったと思うんですけれども、前原さんは全国、まあ、この土日とかですね、いろんなところに行ってこういう話を聞いてこういう問題提起をされたから、その動機の部分についてお伺いします。平本さんについてはですね、この、まあ、問題提起について、はい、まあ、このビジネスモデルで衆院選を戦えるかという問題提起についてどう考えたのかお伺いできますでしょうか。はい、我々は対決より解決と言ってますけれども、対決しないわけではないので、解決策を見出すためにはですね、しっかりとした、まあ、建設的な批判と分析があって初めて解決策は出てきます。ただ私たちが言ってるのは、批判とかその反対で止まるなってことなんですよね。で、もしそれを言うんだ、じゃあどう変えるんだというですね、対応を出していこうという意味で申し上げているので、必ずしもすべて、与党や政府に迎合するとか、それが全部いいと言ってるんではなくて、おかしいから対案を出すんですね。だから私はこの今まであんまりなかったような、それこそビジネスモデルかもしれませんけれども、この国民民主党が始めたビジネスモデルをですねさらに進化させていきたいと思っておりますので、勝てると思いますし、むしろそういうですね、自民党が不満だなと思っている中で、でもじゃあ反対ばっかりしているところも嫌だなという中で、むしろ我々のようなところにですね支持が集まってくる、むしろその支持をしっかり捕まえるですねプレゼンテーションや PR をしていきたいと思っています。まあ、私も30年間国会で議員活動してきて、まあ、ほとんどが25年以上が野党暮らしであり、当然ながら人々の有権者のお考えを聞き、それを提案をし、野党でも実現したことはいっぱいあります。それは全く否定をしません。ただし我々はこの日本の停滞してきている状況の大きな原因は自民党政治にあるということです。まあ、是々非々ももちろん大事だし、そして国会活動の中で野党としていい提案をし、
実現をするということは当然ながらやってきたし、これからもやらなきゃいけないけれども、政権交代の中でこの大きな大転換を起こすためには野党協力、野党結集が必要だということを私は申し上げているわけであって、それをしっかりとやりきることが私は大事なことだと、まあ、結局なんだかんだといって今自民党が多数を握っている中で、結局ですね、そのテーマで例えば3党で話をしようということになればですね、何らかの意図がそれは自公に働いているということを考えるべきだということを申し上げているわけです。ありがとうございます。それでは専門家ございますでしょうか。はい、どうぞ。産経新聞の内藤です。憲法改正についてお二方にお聞きします。前原さんはこのいただいた資料に憲法改正を目指すと書かれておりまして、玉木さんの方も末端からの憲法審査会の発言を聞かせていただいていると、かなり憲法改正についても積極的な考えをお持ちだと思います。お二方代表になられたら、憲法改正、この臨時国会に憲法改正の議論が焦点になってくると思うんですけれども、どのように取り組んでいかれるか、それぞれお聞かせください。はい、お願いします。積極的に進めていきたいと、代表にならせていただいて思っています。緊急事態条項ということがポイントになると思いますけれども、私は憲法改正の最大のポイントは9条だと思っています。これはですね、立憲主義が一番揺らいでいるところが9条なんです。つまり1947年の5月3日に憲法ができて、自衛隊ができたのは1954年の7月1日なんですね。7年のブランクがあるわけです。つまりは自衛隊を想定してないのが憲法であり、それを後付けの議論で、まあ、戦力じゃないとかいう、まあ、言ってみればあやふやな議論をしてきたのが今までの議論であり、むしろ立憲主義に一番私は反しているのが9条だということでありますので、9条こそが中核の議論だということでリードをしていきたいと考えております。はい、もう私は憲法審査会で常々発言してますけれども、まず各党と比較的ですね、合意が取れている緊急事態条項、特に議員任期の延長についてはですね、もうこの秋の臨時国会で条文案をまとめて、来年の発議を目指して、具体的なスケジュールを決めて進めるべきだという考えです。で、9条に関しても私は前原さんところ全く同じで、最も憲法の規範性が骨抜きになっているのが9条と。いうことで、時の政権の自由な解釈に委ねられてしまっていて、憲法で書いてることに意味がほとんどなくなってしまってるんですね。だから、ここの規範性を取り戻すためにも、9条改正は私は必要だと思ってますが、ただ中身についてですね、その自衛隊という組織を書くだけではダメで、9条2項の戦力不保持との関係で、自衛権あるいは戦力をきちんと持てるんだというですね、その行為の明確化というか、自衛権をきちんと憲法上位置づけると、組織の違憲論を解消することと、行為の違憲論を解消することを同時に行うような意味のある9条改正をぜひ進めていきたいと思っています。ありがとうございます。続きましてございますでしょうか。はい、どうぞ。ファクタという雑誌の宮島と申します。私は今の2人のお話を伺っていて、やはり2017年9月28日で希望の党の合流に走って、それから1ヶ月ぐらいの大混乱がフィードバックします。やっぱり玉木さんがおっしゃっている話というのは、まあ、逆に今の政治現状を作ったというのはまさに後から始まっていて、やはり今の多弱野党実況一強延命させているのはまさにあそこから始まっているんですけど、で、まあ、その残存したその生き残り、それで立ち上がっている国民なんですけど、そういう意味で玉木さんがおっしゃっている戦争ありはしない、過去には戻らないというのは、やはり、まあ、ああいうその二度とああいうことはしないという、要するに勢いに出てきた政党があったら、まあ、その勢いを借りて何がしか自分たちが伸びようというような、そういうその国民を裏切るようなことをしないということをおっしゃっているのか、逆に言うと前原さんは多分そのご自身そのおっしゃらないけど、あの9月28日の失敗というのはですね、どれぐらい本当に反省して、その反省でなおやはり非自民非共産党ですか、当然ながら立憲の一部は切り捨てないといけませんよね。リベラル系はまた排除理論やるのかどうか分かりませんが、
やっぱりその夢をもう一度と、私にはそういうふうにしか見えないんですけど、改めてその 9.28 のあれとそのお二人のその部分ですね、特に前原さんにはビジネスモデルを変えるとおっしゃったりと、それがそのそういう軽い言葉で言っていいようなあなたの前提なのかということをですね、私は改めて聞きたいですね。私から、はい、私もですね、当時の前原代表の判断は、あの時の判断としては私はあり得たと思います。私も賛成しましたから。で、ただ立憲民主党ができたんですね。で、その私が何を申し上げているかというと、反自民非共産でまとまりが今後作れるのかどうかということなんですよ。で、前原さんも意味軸もおっしゃっているのは、私も政策本位でやるべきなんだけれども、必ず立憲の一部とやるってことは、立憲の一部じゃない人が加わらないんですね。それがまた新生立憲民主党になるかもしれないし、純粋立憲民主党になるかもしれないと。で、反自民、反共産の間にですね、反共産みたいな、半分共産ですね。反じゃなくて、半分共産党みたいな勢力が残るから、いつまでたっても野党の結集ができなくなると。だから、一つの党にまとめようとする努力はですね、どこかで必ず破綻してしまうので、それであればですね、やはりある程度考えを似通ったところで、連立政権を目指した方が、党を一つにするよりは現実的ではないかということを申し上げています。あの時の判断について、民進党の全員が賛成したんですよ。あの時はあれしかないということで、みんなが賛成したんですよ。それが大前提だということをまず申し上げたいというふうに思います。その後、さまざまな発言とか怪文書とか、あるいは報道で右往左往し、すぐ解散になりましたから、自分の思わない結果になったことについては、結果責任ですから、政治は。ですから私は辞任をし、そして自分でけじめをつけました。で、宮島さんの質問に答えると、同じことをしたいと思っています。まとめたいと思っています。野党をまとめたいと思っています。同じことをやり続けたいと思っています。あの失敗をしないために、もう一度野党が固まるような取り組みをしたい。だから代表選挙に出ています。以上です。どうかございますでしょうか。はい。NHK の鹿野と申します。玉木代表と前原代表にそれぞれお伺いいたします。玉木代表には先ほど冒頭の発言でですね、穏健な多党制の下での政権交代を目指すというご発言ありましたけれども、で、また新しい連立、という言葉もありました。これ具体的にどういった連立の枠組み、自民党との連立ということも、視野に入れているものなのか、これまでも質問されているかと思うんですけど、改めてそこの言葉の真意をお伺いいたします。前原代表代行にはですね、今、希望の党の時の騒動の、ことと、同じことをしたいと、野党結集を目指されたいということを言われました。改めてその、あの時の反省といいますか、その今回、国民民主党のもし代表になられた場合にはですね、その2017年の際の、反省とどういったところをですね、こう反省材料としてですね、もう一度同じことに取り組まれたいというふうに思います。あの時との違いといいますか、今回野党結集は再度図られるその根拠となるようなところにします。私でしたっけ、先私ですね、どうすかな、はいはい、質問そうでしたけど、すみません、はい、あの時私9月1日だったと思うんですけども、代表にならせていただいて、でも9月10日に解散をするという情報が、野田元総理から入って、そして、実際にもうすぐに解散総選挙になるわけですね。つまりああいう動きは、相手が解散をするという時に、ぶつかってしまうとですね、それぞれの候補者が自分の生き死にに関わる話ですので、言葉を選ばず言うと右往左往するわけですよ。ですからやはりしっかりと地に足をついて政策合意も含めてですね、しっかりとやはり体制を整えるということが大事なことで、ああいったドタバタの時に、野党結集が、重なってしまいましたけども、解散権は総理にありますので、
重なりましたけれども、まあ、しっかりとやはり政策なりですね、体制を整えた議論をしっかりやるっていうことが、大事なことではないかと思っておりますし、まあ、そういった環境の中で、野党結集を進めていきたいと思っています。はい、まあ、穏健な多党制による政権交代って、まあ、ヨーロッパであるようなモデルだと思うんですけれども、2つ条件があると思うんですね、連立組むときに。1つはやっぱり国家の基本となる政策において一致すること、でこれは私は前原候補と一致するんですが、やっぱり安全保障、エネルギー政策、憲法間で一致できないということは、なかなかですね、連立は組めないだろうというふうに思います。で、2つ目は大事なのはですね、選挙の調整ができるかどうかですね。で、選挙で争う相手とは連立組めないですよ。で、その意味では今、どうでしょう、まあ、もちろん自民党とは私も戦ってますし、あと、その、まあ、維新さん、立憲さんも競合してますからね、この2つの、要素を満たす政党は、ないですよね、今。だから、そういう状況の下では、自陣を固めるというか、自分の実力をつけて、党勢拡大をしてですね、将来の新たな連立政権の一角に加われるように、しっかりとですね、党勢拡大して実力をつけておく、そしてその時に打ち込んでいく政策を磨き続けるということが、今の現時点で我が党ができる対応だというふうに思ってます。時間も押してまいりましたので、あと1問か2問合計できると思いますが、よろしいでしょうか。関係では2回目になります。よろしいですか。後ろ始めて大塚さんが、あ、すいません。はい、じゃあ後ろから、すみません、時事通信の大塚です。経済政策についてお伺いしたいんですけれども、まあ、お二人の、まあ、政策を見ていますと、大きくですね、やっぱりその給料を上げていく、まあ、そして強い日本経済を作っていくというところは全く一致していると思うんですけれども、少しその金融政策と財政政策に違いが見られるかなと思っていて、まあ、玉木代表は今、まあ、党としても、まあ、進めている、まあ、積極財政を続けていって、まあ、早期のですね、今の時点での金融緩和をやめるということには反対しないと、金融緩和を続けるという方針を訴えておられます。で、一方前原さんはですね、まあ、オールフォーオールというのを、まあ、打ち上げておられまして、先ほど、まあ、セーフティネットを強化するという話もありました。まあ、ここにはですね、財源論も入ってくるかと思うんですけど、そこにはそのいわゆる増税とかも含まれているのか、まあ、それぞれの、まあ、改めてになりますけど、金融政策、財政政策についてのお考えを教えてください。はい、それでは質問します。はい、私の政策はですね、今の国民民主党が、まあ、2年前の衆議院選挙、参議院選挙で訴えた政策そのものです。つまり、その一定程度の持続的な名目賃金上昇率を達成するまではですね、金融政策、財政政策ともに積極的に活用しようということです。で、ようやくですね、まあ、去年、3.6、まあ、大企業に限定すると 3.99 というふうになってきたので、今、まあ、4% 前後の名目賃金上昇率ということを政策目標に掲げてますので、それを達成するまで、もう一歩だと思うんですね。そこを達成するまでは、今の政策を基本的には変えないということであります。ただ、財政政策にしても金融政策にしても2つの制約を入れていて、1つはさっき言ったように、ある程度ですね、これ例えば名目賃金上昇率が 5% だ 6% だになってきて、アメリカみたいになってくると過熱しすぎてますから、そこになるとやはり引き締めなければいけないし、積極財政も改めなければいけないということは1つと、で2つ目はですね、何でもかんでも国債発行するということは我々取りませんので、将来のリターンがある分野、経済成長とか税収の増加とか納税者の増加につながるような分野に限定して国債発行しようと。なので教育国債ということを提案しています。はい、まあ、アベノミクスの10年間で、積極財政、異次元の金融緩和というのがうまくいったのかというと、うまくいかなかったわけですよ。結局は実質賃金は下がり続けているし、日本の成長率はゼロに近づいてきているということであります。特にゼロ金利政策っていうのは、これはまあ言ってみれば、ゼロ金利でも生き残る企業を生き残らせるということで、むしろ日本の体質強化の逆行になっているし、ましてや今の金融政策を続けていくと、輸入物価が大きくなりすぎて円安によって、むしろ国民生活を苦しめているということの中で見直すべきだということであります。教育の無償化は、教育予算をまず倍増するということでありますが、
まあ、その財源は教育国債というものであって増税は考えていないということを申し上げておきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは手が上がらなかったので一部お伺いしておりました。どうぞ、はい、松井さんに聞いたら。それでは先にどうぞ。お二人にお伺いします。マスコミは今ダメになりつつあります。読売新聞は大丈夫なんですが、あとはもう母数が減って週刊誌などはもう全滅に近いです。それから新しく出てきたネットもですね、あの七尾さんのとこはちょっと金まみれでダメだしですね。それでこういうことをやっぱりですね、言うと日本の将来にもつながると思うんですけども、お二人はどのように考えてますか。はっきり言って記者もですね、はい、あの簡潔で浮き足立ってんですよね。はっきり言って読売を除くですね、記者の人は。これについてどう思いますか。戦艦としては受けさせていただきましたので両方向を答えていただきたいと思います。順番は前原ご紹介お願いします。まあ、あの堀田さんのご意見として受け止まっていきたいというふうに思います。まあ、さまざまなメディアがこれからも出てくるし変化があると思います。それはメディアの皆様方も考えながらご対応されるのではないかと思いますし、我々も、皆様方の発信によって国民に知らしめられているということがあるので、皆様方のご努力を期待したいと思っております。難しい質問ですね。あの大事な指摘だと思います。あの民主主義の基盤はメディアの皆さんが国民に正しい情報を伝えて初めて成り立つんですよね。でその私はすごく心配しているのは、あのやっぱ紙のメディアっていうのもすごく大切で、じっくり何かを読み込むと、ネットでですねフラッシュニュースとか、まあ、ヤフトピで見るとかっていうのも大事なんですけど、やっぱある程度ですね紙でじっくり向き合って読み込むっていうこともすごく大切なので、その意味ではあのメディアの皆さん、あの既存のメディアの皆さんにもぜひ頑張っていただきたいなと。でも就職するなり読売新聞なのかなと今来て思いましたけど、あのでも頑張ってもらいたいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後としたいと思います。どうぞ。朝日新聞の松井です。冒頭のお二人の発言を伺っていると、やはりかなり目指すべき党の方向性について大きな違いがあるというふうに感じますが、党内では党が割れてしまうのではないかという声がやはりかなり聞かれます。そこで改めて終わった後についてですね、ノーサイドと先日のテレビ番組ではそれぞれお二人おっしゃってましたけども、そういったふわっとしたことではなくて、もう少し具体的に例えば人事含めて、または党を終わった後に離党という選択肢あるのかないのか含めて、終わった後のことについてどのようなお考えかそれぞれお聞かせください。はい、前原、ごめんなさい、玉木候補の方からお願いします。もうノーサイドです。はい、はい、ノーサイドです。はい、ありがとうございました。はい、皆さんのご質問の方もありがとうございました。予定の時刻となりましたので大変恐縮ですけれども、以上とさせていただきたいと思います。それでは最後に互いの健闘により両候補者に握手をお願いしたいと思います。はい、起立して、はい、中央に寄っていただいてよろしくお願いします。1分程度時間取りたいと思いますので撮影お願いしたいと思います。すいません、ムービー代表なんで真ん中立たないでもらっていいですか。あとはそろそろやろう。四国新聞さん頼むね。そろそろよろしいでしょうか。オッケー。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、はい、少し左、はい、左。
本田さん頼むよ。それではご着席ください。ありがとうございました。最後に、ご視聴いただいている通りサポーターの皆様に、投票のご案内です。今回の代表選挙は電子投票、郵便投票による投票が可能ですが、確実な投票のためにぜひ電子投票をご活用いただくことをお願いしたいと思います。電子投票の締め切りは8月30日水曜日の正午、郵便投票は8月29日火曜日が必着となっておりますので、電子、郵便の両方で投票した場合無効となることだけご注意ください。ありがとうございました。以上で2023年国民民主党代表選挙候補者共同記者会見を終了いたしたいと思います。お集まりいただいた皆様、またライブ配信をご覧いただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。これで終了いたします。ありがとうございました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 。